カルメル会、またはカルメル修道会は、キリスト教、カトリックの修道会。男子カルメル会と女子カルメル会、および第三回と呼ばれる在属社会がある。12世紀にパレスティナで起こり、現代でも世界中にその修道院がある。カルメル会は、12世紀にビーシュシュという修道者が、パレスティナのカルメル山中に、 修道院を築いて暮らしたことが起源とされる。会の名称はその地名から取られている。B 州氏はもともとカラブリアの出身であったが、巡礼者あるいは十字軍戦士としてパレスティナに赴き、発願して修道者となったと言われている。カルメル山は旧約聖書の列王記場で預言者エリアがバールの預言者たちと対決し、勝利したことで知られる山である。 カルメル山 B 州市の修道院に修道士が集まって生活を始めると快速ができ1226年に教皇ホノリウス3世に認可されたことで正式な修道会として成立した13世紀に東方と西方の乖離が進んだためカルメル会士たちは発祥地のカルメル山を離れてシチリアとキュプロスに修道院を作った やがて会員の増加とともに、イギリスなどヨーロッパ中にカルメル会の修道院を建てていった。1259年には、ルイ9世の援助によって、パリにカルメル会修道院が設置されている。14世紀以降、他の修道会にも見られた殺身運動が没効し、原点回帰が叫ばれるようになった。その動きの中で特に、 大きな役割を果たしたのは16世紀の女子修道会におけるアビラのテレサであり、男子修道会における十字架のヨハネである。アビラのテレサは1562年最初の改革派女子修道院をアビラに創立、さらに1568年には十字架のヨハネの協力を得て改革派男子修道院を創立した。彼らの思想に共鳴し、 後に続いたカルメル会士たちは、改革を意味する戦則のグループと称するようになる。約20年の間に、16の女子修道院、15の男子修道院がスペインに設立された。このグループは、1593年に、元のカルメル会から、分離独立する。改革派は、17世紀には、聖ヨゼフオサム族と呼ばれる。 スペイン系と聖エリアをサム族と呼ばれるイタリア系に分かれ、そのまま独自の会見、独自の総長を持って活動していたが、1875年、時の教皇復社ピウス旧世の命により合併、OCD となり、非改革派は、オーカームと称するようになる。その後、フランス革命と近代啓蒙思想の発達によって、反カトリック教会、 反修道会的風潮がヨーロッパに強まったことで、カルメル会も大きな打撃を受けたが、この危機を乗り越え、現代でも世界中に多くの修道院が存続している。2021年9月4日、スペイン人のミネル・マルケス・カーレ神父が男子戦則カルメル修道会の新総長に選出された。任期は6年である。最初に、 女子戦則カルメル修道会の修道院が、フランスの詩人で、外交官であるポール・クローデルの提案と、海軍将尉で、カトリック信者である、山本信次郎の協力、最初の日本人主教に除解された、早坂久之助の将兵努力により、1933年、フランス省令の修道院から来日した、修道所たちにより、東京、一番町に設立された、 1946年には第三会員が発足している。その後、さらに西宮、北海道などに女子修道院が創立された。1950年にはベルギーのブルージュ修道院より3人の修道所が来日し、東京の修道院に滞在した後、1951年に福岡に修道院を創立した。福岡修道院からは、 1959年には、ベルギー人修道女1人を含む9人が、京都修道院を、1978年には、日本人修道女8人が、大分修道院を、それぞれ創立している。1951年には、共産主義政権樹立による迫害で、中国から逃れてきた、男子戦則カルメル修道会のイタリア人会員が、来日し、名古屋に、 初の男子修道院を創立した。その後、1952年には、ミラノから来日した男子会員により、東京都京都に男子修道院を設立した。なお、カトリック東京大司教区補佐司教であった森和弘司教、同教区司祭、井上洋治神父、星野正道神父は、男子戦則カルメル修道会出身である。 カルメル山の聖母とカルメル会の諸星人早坂は、女子カルメル会修道院を長崎に招くべく、1929年に、最初の日本人志願女性を、フランスの書令に送り、修道院も当初、長崎教区への創立に向けて、計画を進めていた。その後、諸事情により最初の創立地は、東京に変更された。長崎創立は今日まで実現していない。 日本における男子カルメル、戦足カルメル修道会、2015年11月18日閲覧、ありがとうございます。